りたいなと思ってたのが女優さんなので、多分そっちの道を進んでるんじゃないかなと思います。で前なんて言うんですかね、ちょっと言い方悪くなってしまうと、前の方が結構演技が好きで、今はちょっとまあアイドルをやってるから歌とか踊ってる方が好きなんですけど、多分演技を中心にいろいろやっていけたらなと思って、タレントさんになりたいなと思ってました。私もともと大阪の短期大学で声優のコースにいたんですよ、うん、なのでどっちにしろでも声優の業界にいたのかなとも思いますね、うん、でも芸能界と別って考えたら、でも小さい子が好きなんで保育士とかそういう方に進んでたかもしれないですね。高校入ってからもうこの仕事を始めたので、今までバイトもしたことないし、もう何もしたことがないんですよ。なのでもう なってなかった時の自分が本当に想像できなくて、もう小学校の時からダンスも習ってたので、こう表向きじゃなくても裏方としてでも、まあそういうダンスの仕事とかにはついてたかなって思います。ちょっと憧れている仕事があって、ウェディングプランナーになってみたかったなっていうのがあります。なんでですか？いや、なんかめっちゃ夢ないですか？なんか、まあ、これから結婚する2人の 一生に1回だけのプランを考えて、なんか一生忘れない時間を作れるっていうのはすごく夢があるなっていうので憧れがありました。私ゲームが好きなので、ゲームのお仕事できてたらいいなって思います。プログラマーだったり、あとは漫画を描くのも好きなので、もしかしたら漫画家とかにもなってたかもしれないです。あなんか Facebook 載せてたよね、なんかあのあれ何ん完全制覇しとかしたん。あ、え、見てくれたんですか？制覇したん。制覇しました。あのゲームってすごい難しいんで、あの全国で 15% ぐらいしかクリアしてないっていうゲームを、普通にクリアするだけじゃなく、もうなんだろう、全部の実績解除みたいなのを自分でちょっと挑戦してみようってやって、すごい私の一番好きなゲームだったので、もう私これができたらもう堂々とこの作品が好きだって言えるって思って、その一心でちょっと頑張ってました。どれぐらい時間かかったんですか？あ、でも見たんですよ、この何時間プレイしてるっていうの見たら100時間超えてました。私は高校が工業高校で建築を学んでたので、建築関係のお仕事をそのまましてたと思います。え、何大工？現場の監督を実はしたことがしたことでしてて、もともとは。え、何ビルとか？私公共建物の担当をしてました。すげえ。すごい。でもみんなやっぱ年上の方ばっかりなので、監督官っていう業務を任された時に指示できなくって、電話対応とかいつも泣きながらしてました。せやな、相手おっさんばっかりやんね。ちょっと年上の方が多かったですね。ようやってたな。営業とかやってたと思います。何の？なんかバトルとか数字を競うのがすごい好きなので、多分その保険とか。なるほど。あとなんか壺とかもしかしたら売ってたかもしれない。なんかややこしかった。まあ衛生的収めそうやね。はい。私も絶対これっていうのがあって、あの服が好きなんですよ。ファッション好きなんで、アパレル関係であのディレクターやりたいです。ファッションのディレクターって何なんですか？なんか私もあんまちょっとちゃんと分かってないんですけど、なんか服のこういう風に組み合わせコーディネートしたらいいよとか、本社で働く方でやりたいです。マヨチ。はい、じゃあ1週目のガール紹介から参ります。今日原口さんの振り返って VTR に入ります。はい。で今前半でいる子がダブミさんとガオバさんナッチさんと一位マルコさん、奥野さんとは4月から高校になります。高校生になりました？なりました。高1
こで見張るんですか。今日の野球はどこで見張るんですか。今日の野球はどこで見張るんですか。今日の野球はどこで見張るんですか。そうじゃない。マックスはやるんですよね。出ましたね。高校野球もやるから。ああ、はい、高校野球もね、やりますね。1試合。でも、あの、勝ったチームはもう1試合やりたなるでしょうね。山部さんだけリアル大学自己紹介。カメラはタッチです。では、参ります。はい。では、自己紹介から。では、原口さんからお願いします。はい、それもおしゃべり系ですけど、まあね、ただ俺学がないからな。ああ、じゃない。いやいや、ああじゃない。言うて言うてあったな。やればできる子なんですよ。僕はずっとやればできるのにって言われ続けて45年ですよ。勉強が苦手だったっていうのです、ね。はい、そろそろでも息子さんたちも勉強せなあかん年になりつつあるんじゃないですか。4人とも性格違うわね。昨日もご三角定規の、はい、三角形の、ね、二等辺三角形の角度、ね、角度ここ90度、ね、こう、はい、正三角形は45度だけど、ね、45度でしたっけ、46いや60です。このレベルだ、ね、正三角形180度割る3の、はいはい、正三角形は60度なの、はいはい、二等辺三角形の角度、はいはい、ここの角度とここの角度一緒ですよっていう、はい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 、二等辺三角形、ね、そうですね、そうですね、はい、なんでって言われるわかりますか、なんでって言われるんですよ。なんでって言われるんですよ。なんで直角は90度やぞ、これ決まりやからな、これ直角が90度やぞって言ったら、なんでって頑張ってください。鶴野くんがね、育児は育児だと、自分がなるほど、そう、育つぞという、なるほど、ね、それを自分が育つと書いて育児、あ、まさにそうやなと、あ、はい、思ってます。 ありがとうございます。あれ出れてくれよ、もう。私の写真がこちらですね、はあ、さてそれは何のお仕事でしょう。はい、見るぞ。お風呂。お正解はこちらですね。小学校 1,2 年生の時に緊急事態や、緊急事態解除してください、早く。これです。なんだこれ、お前事故現場のお前遺留品みたいな写真やないか。いやいや、そのいや、もう出れたら現場にはこの衣装が残っていたみたいなさ。はい、今日は小春さんね、どういうご相談内容ですか。はい、私は悩みがあって、うん、断捨離ができないことが悩みなんです。これ私が小学校だった時の小学校、あ、めちゃめちゃパンクな髪型してますもん。私のクラスで、後日ですね、大惨事が起きます、うん、本当はあげてなくて泥棒扱いされた。違う、そんなの。未来のスターを発掘せよ、神話クリニックプレゼンツ第1回食坊芸人グランプリ。君島事務長です。お願いします。お願いします。お願いします。どうもフレンチブルです。お願いします。朝の星座占い。好きな人の恋愛運が絶好調だと、その日いちいちなんか不安。
大西さん、あの好きな子の料理、手料理の良さ、ご存知ない？何？あ、なんだその音。マヨチュー。